ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェ911カレラ2カブリオレ1994年式7万1000キロこちらの車両になります。すごいのがやってまいりました。すごいですね。そして土方さん、お久しぶりでございます。ご無沙汰してますだいぶ間が空いちゃいましたけども、はい、その間を空けての登場がこんな車のご紹介ということで、はい、インパクトがすごいですね確かに。そしてあのボンドチャンネルをずっと見てくださってる方だと、うん、まあ、たまに旧車出てくるよねっていう感じだと思うんですけども、はい、あんまりイメージない方だと、うん、なんで急に空冷の紹介なのってなっちゃうかと思うんですけども、はい、なんかこうオークションで仕入れた車とかじゃなくって、そうです、まあ、当社の既存のお客様から、はいはい、仕入れさせていただいたお車ということで、この辺の車って、うん、ちょっとこの出てきた経緯とかも気になっちゃうんですよね。結構割とこうコレクションというか、はいはい、そうですね、そういう感じで扱われていることが多いじゃないですか。多いですね、そうすると、はい、あれなんで出てきたのかなっていう、うんうん、気になる方もいらっしゃると思うんで、その辺も今回触れてっていいですか。はい、あ、大丈夫ですよ、はいはい、で今回ご紹介させていただくこちらの車なんですけども、ズバリこちら、はい、なんでこの手放されることになったのか、うん、なんで手放すかと言われたら、あの保管場所に限りがあるのであの定番でもあり、はいはい、一番納得の、そうですね、はい、手放される方法ということで、はい、で今回の車ってこれっていうのはワンオーナーとかっていう感じではない、ではないですね。ではないんです、はい、でそのオーナー様の手によってかなり手が加えられて、はい、整備がかなり行き届いている車ということで、かなり、はいはい、でもパッと見でめちゃくちゃ綺麗なんですけども、そうですね、このボディカラー、うん、ガーズレッド、ガーズレッド、はいはい、こちらっていうのはオリジナルペイントっていうことでいいんですか。オリジナルペイント塗り替えはしてますね。あ、なるほど、はい、それはもうしょうがないのかなと思います。飛び石をもらったりとか。じゃあ色替えしてるわけじゃなくって、はい、まあ、補修で塗り直したりして、うん、る場所はあると思います、はい、まあ、部分部分塗ってあったりとかっていうことではあると思うんですけど、はい、基本的に色は変えてないと。変えてません。ただコンディションいいっすね。いや相当いいと思いますよ。やっぱりすごく丁寧に保管されてたのが分かる。はい、はい、なんかやれてるところとかっていうのもあんまりないし、ゴム類だったりプラスチック類なんかもかなり綺麗っすね、うん、そうですね。オーナー様は、まあ、私も親しく付き合いさせていただいてるんですけど、とにかくもう空冷のポルシェだったり、ちょっと古めのフェラーリだったり、BM でいうとマルニーだったり。なるほど。そういうのをもう何台もお持ちの中の1台で、とてもやっぱり大事にされる。なるほど。で乗る機会が少なくなってきたりするっていう、どうしてもこう日常的に使う車をどれか1台2台にピックアップしていくんですけど、そうすると例えばフェラーリが乗る機会が少ないとか、この964のカブリオレが乗る機会が少ない、でもまた次欲しい車が出てきてしまうと、やっぱりどうしてもこう置くスペースに限りがあるので、どれかこう苦渋の選択で出していくっていう。なんでこの年式にしてはかなり安心してというか。ああそうですね、はいはい、乗れる個体なんじゃないかなと。もう全然普通に乗っていただけます、はい、というわけで各部もピカピカですし、はい、まあ、そういった劣化なんかも、まあ、かなり手が加えられて、うん、はい、まあ、新車の状態にかなり近い、ね、近いところぐらいコンディションが保たれていると。そうですね。あとは改めてになるんですけども、はい、サイズが可愛いですね。可愛いね。さっきちょっとね、はい、移動の時もお話ししましたけど、今ちょうど救急にお預かりしてるんですけども、うん、あのこの車が救急になるのかっていうぐらいびっくりするぐらいサイズが違うと。サイズがね。で寸法改めてになりますけども、はい、全長の方が4240、はい、全幅のが1660ですよ。そうなんです。もう本当に最近1900とか下手したら2000超えてる車もあるじゃないですか、うん、そんななんか1600とどこでも行けますね。本当です。どこでも止められますね。本当です。昔の言い方ですけど、やっぱりボディサイズの枠は5ナンバー枠なんで。あ、なるほど、はい、そっか。そうです。というわけでこのコンパクトボディ、はい、そして964で言ったらやっぱりこの後の993から結構シルエットガラッと変わるじゃないですか、はい、なんであの930から続く、うん、まあ、伝統的なスタイルを残してるっていうのは、うん、まあ、一つ特徴なのかな、はい、この立ってるヘッドライトだったり。そうですね、はい、うん、この辺になってくる、うん、そして早速横に回ってってもいいでしょうか。はい、どうぞ。で今回の車が1994年式ということで、僕調べたんですけど、はい、うん、1992年に大きく仕様変更がされてるみたいですね、はい、うん、そうです。でそのいわゆる最終型と呼ばれる、はいはい、この型になるんですけれども、はい、なんか個体があんまりほぼ多分あ存在しないって言ったら言い過ぎですけど、かなり少ないと思います、はい、で少なくともコンディションよく保存されている車は、うん、もう本当に皆無でしょうね。わずかにしかないということで、はい、でそこの見上げるポイントとして、
ホイールが、はい、はい、カップホイールになってますね。5本スポークの。そうです。これ17インチですか。17インチです。これは17インチです、ね。なるほど、はい。こちらのホイールが装着されます。ただ、はい、このホイールに関しては、うん、後から変えてるケースもあるんで、はい、これだけで見分けるのは危険なんですよね。そうです。で、もう一つ大きな特徴としてはブレーキが、うん、はい、前後対向の4ポットになっているということで、そうですね、はいはい、こんな感じの足元になっていると、うん、まあ、この辺も本当に最終形態というか、はい、もう964の完成形という形で考えていただけるといいんじゃないか、はい、ただ気になる機器の方に関しては、はいはい、まあ、現代の車と少しニュアンスが違うと思いますので、うん、はい、乗ってみたいと思います。そしてタイヤの方が今回は BS のポテンザ、はい、そうです、はい、S024A、うん、こちらなんですけども、ちょっと年式は18年ということで、そうですね、もうちょっと古めになってますね。そうですね、うん、なんで、まあ、気になる方がいらっしゃれば、少しコンパウンドがやっぱりちょっと硬くなってるかなっていう感じがしますんで、はい、まあ、この辺なんかのメンテナンスもお申し付けいただければできるかなと、うん、あとタイヤのこのなんかスタイルすごく良くないですか。いいですよね。最近本当に役付きの車ってもうペラペラのタイヤで、はい、これがないじゃないですか。ああ確かに、はい、うん、なんでこの辺がかなりこうクラシックな雰囲気もありつつ、はいはい、こんな足元になってます。そしてあとは見た目だけじゃなくて、うん、964って、うん、足元がすごく大きく変更されてるんですよね、はい、930から930から、そうですね、で930まではトーションバーって言って、トーションバーですね、要は棒のねじりをこう、はい、利用したサスペンションの代わりというかサスペンションがついているところを、はい、この964からは、はい、コイルスプリング、そうです、要はバネのスプリングになってるんで、うん、これによってかなり現代的な足回りの動きになってるっていう風に書いてある資料がありました、うん、なのでまあこの辺乗り味、はい、まあ、古いのがいいよっていう方も中にはいらっしゃるんでしょうけど、うん、まあ、日常的に乗れる車としてもかなりこの辺進化してるかなと、はい、そしてあとはもう一つ、うん、最終型の見分けるポイントとして、うん、こちら、うん、ターボミラー、はい、通称ですね。そうです、はい、こちらも最終型の特徴ということで、はい、ちょっと流線形な、はい、こんな感じのミラーがついてると。そしてあとはもういろいろ見どころ満載ですね。ですね。なんか現代の911にもつながるこのドアノブだったりだとか、うん、はい、そしてあとは今回の車カブリオレということで、うん、964ってカブリオレも一番最初に出てるんですよね、はい、後出しとかじゃなくってまとめてカブリオレと、うん、クーペと、タルガ、タルガ、はい、が出て、なおかつ4駆で最初販売されてるんですよね、はい、で後に1年後肉が追加になっているということで、はい、で肉の方が随分軽いということでその辺のキャラクターの違いもあると、うん、でやっぱり旧車、旧車って言っていいですよね、はい、いいですね、はい、この辺でカブリオレって結構こう劣化の具合が車両によって個体差あるじゃないですか、はい、なんでこの辺この後閉めてみたいと思いますけど、そうですね、屋根も綺麗なんですよね。綺麗ですね。でこれはもちろん何回か交換されてるってことですね。あ、もちろんされてると思います、はい、で今回撮影用にこのカバーもつけてますけども、カバーもめっちゃ綺麗ですね、はいはい、なんか未使用じゃないかぐらいなカバーは。そうですよね、はい、でこれカバー取った中身のホロもかなり綺麗ということで、この後これに関しては確認してみたいと思います、はい、そしてリアも同じく、はい、こちらのカップのホイール、はい、5本スポークのホイールが装着されていると、うん、そしてリアもご覧の通りこれですね、はい、対向ピストンこれになっていると、はい、そしてもう一つ大きなポイントとしては、うん、964、はい、最後のセミトレらしいですね。そうです。でこの次993からマルチリンクになって、はい、マルチリンクになったんですよ。なのでちょっとディテールもリアフェンダーが膨らんでいる、そのアーム調も変わっているので、まあ、そこまでしないと受け止められないんじゃないかっていう懸念があって進化はしてますね。で、はい、特に肉リアが重要ですから、 そうです、そのリアの接地感だったりにもかなり影響が、はい、特にアライメント変化が足回りの動きで全く、ね、マルチリンクとセミトレで違ってくるんで、はい、まあ、乗り味も大きく違ってくるみたいです。だからこの辺もファンがやっぱりいるところなのかなと、はいね、はい、ちょっと二分するところでしょうね、どっちがいいかっていうのは。そして後ろに回ってくるとランプ類とかめちゃ綺麗ですね。なんか綺麗ですね、はい、若干のこう熱だったりちょっとしたそのクリア部分のクラックだったりっての出てきてますけど、古いものだともう本当バリッバリに割れちゃってるんで、だって言ったら30年経ってるわけですよ。そうですね、僕が免許取る前の車ですよ。そんな前ですか、はい、これがこのコンディションで残ってると結構すごいなと。すごいですね、はいはい、そして先ほどちょっと土方さんに教えてもらいましたけど、はい、ここがなんかポイントなんですか。そうですね、初期のモデルはここが、空気の逃げができてないんですよ。これだから確か9192その辺から熱対策、あとデスビーが熱害を受けてすぐダメになっちゃうっていういろいろあったんで、それで急遽メーカーが対策しました。なるほど、はい、というわけでここが、隙間
なんか塵が合ってないとかじゃなくってそうこれ奥側に細かいこうダクトがポン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 って開いてるんですけど、うん、ここでちゃんと熱気を逃がすようになってると、うん、そうですね、まあ、この辺の微妙な認識の違いもあったりする、はいはい、そして吉田君と今回カレラ2ということで、はい、肉モデルになってると、うん、で具体的に言うとなんか100キロぐらい軽いみたいですね4よりそうですね100キロそんな軽いですからしいですよあ、はいまあ、フロントのデフだったりだとかそうです、ねまあ、そのドライブシャフトだったりとかっていうのはあると思うんですけど、うんうんうん、なので全然その車の重量バランスだったりだとかその辺なんかも大きく変わるらしいですなるほど、はいはい、そしてもう一つ大きなポイントとしては、うん、電動のウイングが、うん、これ僕全然全く分かんないんですけど、はい、ここが上がるってことですよねそうですというわけでこれが電動でウィーンってこう上がってくる後で上げてみましょうこの辺の動きは後で確認してみたいと思います続いて内装を見てみたいと思いますこれがいいですよねこれがいいですね、はい、ガチャっていうこの音と、うんはい、そしてご覧くださいちょっとあの動画では伝わらないんですけれどもあの匂いが、はい、あのあんまりこう旧車の少しカビ臭いというか、うん、匂いがあんまりないあんまりないですなんかこの辺の認識、年式だったら、はい、もっとこう匂いがこうきついというか でも僕はあの久しぶりにこのオーナー様とお話ししてこの車を見せてもらってドア開けた瞬間964臭がしましたあめっちゃ964だあの少し古めのポルシェの匂いはしますけどそうそうそうなんかこうカビ臭い匂いとかっていうのはそういうのはないですね割と少ない方なのかな、うん、で中もめちゃ綺麗ですねめちゃ綺麗ですだからかぶり折りにありがちな中が湿ってたっていうことがほぼないんだと思いますじゃあ保管状況もやっぱり7万キロ乗っててもかなり良かったんじゃないかなと、良かったですね、はい、というわけで本当に7万キロと思えないぐらいの、まあ、もちろん手入れだったりだとか、はい、そうですねリペアだったりとかっていうのは、うんまあ、何回かされてるんだと思うんですけど本当にレザーシートもへたりが少ないし、はい、乗りっぱなしではないです、まあ、そうですね、うん、あとはこの肩の部分だったりとかって結構こうひび割れたりとかっていうのはあると思うんですけどその辺もあんまり見受けられない、はい、そうですね964の特徴として結構距離乗っていった車ってこの辺のクッション性がすごい悪くなるんですよ、はいはい、くちゃくちゃになるんですけど、はい、これまだしっかりしてるんですよね張りがありますね張りがまだあるのでだからその辺もちょっとポイント高いかなと思いますあとはダッシュボードだったりのこの、うん、なんですか薄いレザーというかビニールというか、うん、この辺なんかも割れてたりとかっていうのが、はい、すごく多いですねあまりないですねこの個体だと、はい、これ少ないですね本当にわずかにこのドアロックの、はい、ドアロックピンとか、うん、その辺がちょっと割れてるぐらいなもんでダッシュボードなんかはかなり綺麗ですね、はい、綺麗ですね、はい、ちょっと本当に年代とギャップを感じてしまうぐらい、はい、そしてステアリングなんかはやっぱり少し使用感ありますけれども、うん、そうですねポルシェいいのは、うんまあ、ポルシェに限らずなんですけど、ドイツは結構パーツ出るじゃないですか。あ、そうですね。で、あとはリペアなんかもいろんな技術が持ってるところ、世界中にありますんで、はいまあ、この辺なんかカスタムついでに新しくしてもらったりだとか、うん、リフレッシュしてね。純正が出るんであれば純正でリフレッシュなんかしていただいてもいいのかな。あ、いいですよね。あとステアリングついででいくと、964からパワステがついてるんですよね。うんうん、そうなんです。というわけで、はい、やっぱり乗りやすさも964だとあるかなと。はいうん、で、もう一つ特徴的なのは、オーディオ。これ、ポルシェ純正の、はい。うんこの年式のやつではないんですよね多分違うとごめんなさい僕も多分はっきりしてないんですけど、はい、これおそらく993だって見たかなっていう気がしなくてもないんですもともと新車で装着されてるものじゃなくて違う年式のデッキか、はい、もしくは後から追加されたオプションのデッキか、うん、この辺詳しく知ってる方がいらっしゃいましたらコメントいただけると助かるんですけども、はいね、すいませんこんな感じの仕様になってるだから、はい、あんまりこう何ですか手が加えられた感じというか、うん、後から何かつけたっていう感じはなく本当にオリジナルの内装の状態が保たれてるんで、はいまあ、かなり乗りやすさもあるかとあとは細かいところで言うと本当にこの辺のプラスチック類だったりだとか、うん、あとはメーターが結構壊れたり劣化しているものが多いです、はい、多いですねなんか先ほど土方さんに教えてもらったらなんか油温系じゃない、うん、油量系、 油量系、はい、がなんか調子悪い個体、うん、そう燃料系とか油量系とかが止まっちゃう時があって多分今も昔も変わらないと思うんですけどメーター自身は変わってないから、まあ、皆さん気になってトン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 叩いちゃうんですよレンズをそうするとそのレンズが割れちゃうなるほどっていうのが964というかクーレのあるあるですねでこちらの個体だと本当にメーターも綺麗だしそうですねだとこのキーの差し込み、はい、この辺なんかやっぱりもうそう周りのリングがね、はい、こう差し込めなくてこう傷になったりするケースもあるみたいなんですけどその辺も非常に綺麗な個体になっております、うんはいうん続いて前側のトランク見てみたいと思います、はいダンパーはちょっと弱くなってきます ね、そろそろ、はい、交換時期かなギリギリ大丈夫かなっていう、うんはい、この辺なんかもダンパー交換していただければ大丈夫かな、はい、結構もう全然もう抜けちゃってるやつ もう全然止まらないのもあるんでというわけで、まあ、この辺のメンテナンスを楽しみながらやっていける方じゃないと、うん、ちょっと所有は難しいのかなって感じしますけれどもでも一つ言っていいですか、はい、ポルシェって
最新のポルシェもダンパー弱いですなんでだろうね、分かんないですね、不思議とダンパーすぐダメになるんですよ。なるほど、というわけでこんな感じのフードになってます。そしてこの中に関しては、この中も結構綺麗ですね。はい、もう全然、まあ、もちろんこのマジックテープ、うん、この部分に関しては、ね、まあ、少しこう劣化というか張りが弱くなってますけどね、はい、なってますけども、うん、中に関しては結構コンディションもよく、はい、そしてそっち側が出っ張ってるの気になったんですけど、うん、こいつね、そこに、はい、キルスイッチ、そうなんですよ、キルスイッチを追加していただいてます。これはこれ後付けですよね。そうです。というわけで、まあ、この辺の車毎日乗るっていう方はおそらく少ないと思うんで、はい、うん、それをキルにしといてもらえば、そうです、まあ、完全に切り離されて、はい、まあ、バッテリーの劣化が極力抑えられると、うん、はい、まあ、現代の車と違ってバッテリー切り離しちゃっても、そうなんです、そうですよね、はい、今の車っていろいろなメモリが飛んじゃったりとか、そうなんです、その初期設定が必要になったりとかっていうのはありますけど、うん、この辺の年式であれば、うん、まあ、心置きなく切ってもらって、はい、逆にこの辺の年式はキルスイッチついているのが定番だったりもするので、はい、この辺のものも追加されております。はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方が 3600cc おなじみ水平対向、はい、そしてこれツインプラグなんですね。ツインプラグです。ということはプラグ12本ついてるってことですか。そうですね。そうですよね、はい、交換まあまあ大変そうですけども。そうですね、本当です。そしてスペックの方が250馬力トルクの方が 31.6kg ということで、これもちろん新車時のスペックなんでこんな感じになってると。そしてあとはこれに組み合わせるミッションの方が4速のティプトロということで、はい、でティプトロって結構ポルシェの場合言うじゃないですか、うん、あの平たく言うと普通のトルコンオートマなんですよね。そうです。であのプラスマイナスでシフトアップシフトダウンできるタイプということで、その辺がポルシェの、はい、うん、商標になってると。 そうです。そしてエンジンやっぱり年々ポルシェ見えなくなるじゃないですか。この年式しっかり見えるんですね。そうなんです。そして点火に関しては、はい、先ほどちょっと土方さんが触れてましたけど、うん、デスビということで、はい、いいですね。そうですね。だから整備したい方、うん、はい、まあ、あとはもう本当にアナログに回帰したい方にはもってこいなのかなと、はい、であとは整備性がやっぱりこの辺、うん、いいのかなと、はい、もう本当に今のポルシェってこうエアクリのフィルター交換するのもバンパー外さないといけないとか、本当びっくりしますよね、うん、じゃないですか、うん、その辺から考えると割とこう、まあ、自分でもっていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、整備性はかなりいいのかなと。でもね、整備できなくてもたまに自分で洗った時にエンジンルーム見て拭けるとここうやって拭くのって楽しくないですか。確かに確かに確かにそこまでこう手が入るのっていいですよね。なんかね、うん、であとはいろんなちょっとそのベルトだったりだとか、うん、まあ、その辺なんかも目視でこうパッてコンディションチェックができるのは、はい、こう人任せじゃなくって自分で管理できるっていうのはかなりいいのかなと。そうですね、はい、こんな感じのエンジンルームになっております。続いて灯火類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。続いて、うん、ルーフの開け閉めをやってみたいと思います、はい、そうですね、でこのカバーをまず取る感じですかね、はい、これポチッと、はい、これ全部ボタンになってるんですね。ポチをそうです、はい、引っ張ってもらって抜いてもらう感じになります。取れません。えちょっと待って待って引っ張ってくださいね。あ、こことっすね。あのこれ引っ張らないといけないやつでした。あ、そうです、引っ張るんです、はい、引っ張らないで取ろうとしました。今、はい、商品車を壊すところでした、はい、やめてください、はい、でこれを、うん、でこっち今止めてあるんで、あのこれはあれですね、はい、よいしょ、お金を出してこの苦労を楽しむ時代にこう、うん、まさに対応できる方じゃないと、はいはい、
あ、なんでこんな不便なんだよってなっちゃいますね。でもまあカバーなんで、はい、しなくてもいいんですけどね。あ、なるほど、はい、開けっぱなしでも別に問題はないと。はい、問題はないです、はい、よいしょ、ありがとうございます、はい、でそうするとこのルーフの機構が出てくると。そうです。でこれが電動なんですよね、うん、電動です。というわけでこの状態にしたら、はい、キーをオンにするんですか。そうです。これキーオフだと当然動かないわけですよね。動かないです。エンジンかけててもダメなんですか。エンジンかけてもダメです。なるほど。キーをオンの状態にしてもらって、でここにスイッチがあるんですね、はい、これクーペモデルだとサンルーフのスイッチとして使うんですけど、はい、それを押すと、はい、おお。走りながら開け閉め、何を言ってるんですかって感じですね。そういうことはダメでしょう。壊れますよ。そうですね、はい、わー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 。あ、で最後のロックもロックも電動で、電動なんですね。そうです。でここまでやってもう一段階あるんですよね。もう一段階、このシールドというか、はい、何ですかこの、これアクリルですからね、はい、あ、これアクリルなんですか。そうなん、ビニールじゃないですか。ビニール、あ、ビニールね、はい、このビニールのこの、はい、リアのこの、そうです、この部分を、はい、これはチャックになってるんですね。チャックです。こんな感じで、はい、チャックになってるんで内側から閉める、閉めてもらう。え、じゃあこれ作法を知らないと、はい、そこ開けないで畳んだりするとこれがじゃあダメになっちゃうと。可能性あります。なるほど。まあ、あんまりそんなことないと思うんですけど、冬場で結構硬くて、暗く入っちゃったりとか、それ繰り返しやっていくと割れるっていうか、あと変なシワが入っちゃったり。あ、それもありますね。だからなるべく暖かいタイミングとか温まってるタイミングで開け閉めていいかなと思います、ね、で全部の作業が完了するとこんな感じで、はい、そうです、はい、まあ、少しこう使用感というか、そうです、ね、ありますけども、はい、全然破れたりとかはないですし、そうですね、まあ、透明度もある程度保ってるんで、多分スッチ多分知らないと思うんですけど、はい、このビニールじゃないですか、はい、これってどん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 ヘッドライトのコーティングと一緒で黄ばんできて白くなって、そうなんですか、見えなくなっちゃうんですよ、はあ、たまにユーノスロードスターとかでも初代とか、ああ、真っ白になってる車あるじゃないですか、はいはい、あれはこれがもう劣化してるんです、はあ、じゃあだいぶ透明な方ですね、これ。いや相当だと思います。もう本当に前が全然見えるぐらいなんで、はい、まあ、この辺なんかも、まあ、定期的な交換だったりとかっていうのはそうです、ね、必要になってくると思いますけど、今回の車はまだまだ、はい、まだまだいけると思います。コンディションがいいということでこんな感じになっております。はい、行きましょう。はい、行きましょう。よくこう四角いお弁当箱みたいのが付いてる、はい、なるんですけど、こっちはエアバッグ付きなんですね。そうなんですよ。これが最終モデルが、はい、後期のエアバッグモデルですね、はい、でこれっぽいステアリングのこのお弁当箱みたいのもあるんですけど、それはエアバッグなし。そうです。それよく見ますね。はい、多いですね。確かにこれあんまり見ないですね。はい、はい、うん、そしてあとは操作類が全く分かんないんで、はい、はい、うん、エアコンもなんかこれでいい気がします。はい、でも今のすごくなんかややこしくなってるじゃないですか。まあまあそうですよね、はい。なんかこの間なんだっけな、ランクルがなんか出しの出たじゃないですか、うん、はい、あれがなんか昔のランクルのなんかオマージュのエアコン操作パネルなんですよ、うんうん、それ結構ネットで大絶賛されてて、そう、もうやっぱりこれでいいよねみたいな、うんうん、ちょっと同じものを感じます、うん、というかまあここに関してはまあ別にリニューアルされてるわけじゃなくて、はい、当時のやつですけど。そうですね、はい、そしてあとはこの辺がランプ類。そうです。血がついてるじゃないですか。血がついてますよ。この並びが良くないですか。いいですね。こんな感じ。そしてあとは集中だったりハザードだったり、これなんですか。これ警告がついた時に、はい、確認して消すボタンです。あ、なるほど、はい、そしてここが電動のスポイラーの上げ下げ。そうです、上げ下げですね、はい、ダイヤル回す感じ、うん、そしておなじみティップトロ、はい、はい、どの道4速なんで、はい、はい、1,2,3,4,D 必要ない気がしますけど確かに細かく固定もできると、はい、はい、じゃあ参りましょう。行きましょう。ちょっとブレーキのタッチがもうそもそも、はい、はい、下から生えてるね。あ、下から生えてるからかそうだよ、すごいペダルタッチが違う、うん、なんかあれこういう感じ。東京で乗らせてもらった96もこれだったっけな。そうだよ。なんか最近いろんな車乗りすぎてわけわかんないんですよね、うん、はい、いきます。あ、そして減速ショックが結構あるんですか、うん、そう、出るタイミングがあったりしますね、はい、うん、まあ、この辺はだからちょっとこう相当じゃないけど、そうですね、今の車みたいに乱暴にガチャガチャってやったりとか、まあ、ガチャガチャも最近車はないですけど、はい、あ、まあ確かに、はい、うん、まあ、ちょっとこの辺はしっかり操作してもらった方がいいかなと、うん、参ります。はい、はい、つっちそんなのも知らねえのかよって思うかもしれないですけど、だって免許取る前の車ですもん。分かりましたよ、はい、本当に大丈夫です、はい、だってここを僕が詳しかったら怖くないですか、はい、あ、まあね、はい、はい、
でもすごく興味があります、はい、言ったら本当に それこそ免許を取る、うん、た直後ぐらいは、うん、まあ、全然現役で走ってた車なんで。そうですよね。そうそうそう、はい、まあ、もちろん今でも現役で走ってるケースもありますけど、はいはい、うわー、ペダルタッチはこれちょっとあれだな、なんだろう、東京線で乗ったやつよりも違和感あります、うん、はい、でブレーキは、うん、なんか構造的に効く効かないの前に、うん、構造的にというかブレーキの性能的に効く効かないの前に、このペダルの構造的にちょっと踏みづらいというか、うん、聞かせづらい感じがします。そうですか。だから踏み込むとすっごい効きますね、うん、すごい効きますよ、すごい効きます、うん、ただこの何ですか、すごいコントローラブルというか、うん、操作性がめちゃくちゃいいかっていうと、ちょっとここは慣れが必要かなと。はい、今現代的な車のブレーキペダルって前に押し出すイメージじゃないですか、はい、ペダルって、はいはいはい、だからそれでやるとなんかこう効かない気がしちゃうんですよね、はいはい、でもなんか意識的に下に踏むみたいなイメージを持つと、すごく、ああそうですね、はい、ペダルこう入ってるから下に踏む感じです。そうです。そうするとすごくタッチも出しやすいし、やっぱり当時から効くって言われてるブレーキが分かります。で今回は、まあ、車が車なんで、はい、本当に軽く、そうですね、短距離での試運転ですけれども、うん、はい、うわめっちゃ味がある、うん、わー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 、なんだろう、この低速で走ってるだけめっちゃ楽しいんですけど、はい、ワクワクしてくる、ワクワクする、うん、うわでも意外に車が安定してるというか、そうですよ、しっかりしてる、はい、さっき沖の撮影の時でゼッチーも言ってたけど、はい、930の時代からその足回りの変化がだいぶあったのと、あとボディは昔からポルシェしっかり固い、めっちゃしっかりしますね、はい、で変わらないのかもしれないですけど、これ足の違いのせいか安定感が全然違います。直進安定、普通の低速でもね、フィーリング、車の動きが全く違います。特にリアショックの動きが全然違ってきますね、930から964は。僕はだから964は本当好きですね、うん、すごい、これめっちゃ車がしっかりしてますね。僕ちょうど免許取って、うん、2台目の車かな、うん、が確か1992年式なんですよ、うんうん、はい、某国産車なんですけど、はい、それも結構軽くって、うん、まあ、パンチがあるエンジン積んでて、うん、楽しかったんですけど、全く違いますね。全く違いますよね、はい、すごい車がしっかりしてる、うん、だ正直乗りやすさで言ったら多分その当時の同じぐらいの年式の国産車の方が、うん、癖なくて乗りやすいんでしょうけど、うん、でもこれが乗りにくいとは言わないけど、乗りやすいって言えないツッチーはやっぱり若いんだよ。そうなんですかね。僕これ乗って964って本当乗りやすいなって思っちゃうんですよ、僕は。なるほど、はい、それはすごくあれじゃないですか、はい、その受け止める年代というかによって。そうですね、はい、もうここをリアルタイムで乗ってきてない人にはすごく新鮮だし、そうですね、リアルタイムに乗ってきた人はやっぱりこんな感じが乗りやすいよね、うんうんうん、現代のはもう新しくなりすぎだよねって感じるところかもしれないですね。そう、サイズ感がいいんで、はいはい、やっぱりパワー感も、はい、悪くないし。でもだってこのコンパクトなボディに3リッターオーバーが積んでて、うん、200馬力250馬力そうですね。だ当時で言ったら結構パンチがあるぐらい。あ、もう全然で役付きでなんかちょっとそのレーシングなモデルじゃないわけじゃないですか。はい、すげえな、うん、そしてあとは本当にこう年式を感じさせないコンディションに関しては。そうですね、綺麗ですね、すごく。この短いダッシュボードが素敵すぎません？本当ですよ、なんか本当いいな、クラシックな感じ。これ都内でちょっと足に乗りたいですね。いや、もうかっこいいっすよ、ね、めちゃくちゃかっこいい。開けてどこでも行けます。どこでも行けます。本当になんか高級車、高年式の高級車の集いのところにも別にホテルでも、全然ホテルでも行けるし、はいはい、ですね。ただ空冷丈夫なのがいいと思うんですよね、うん。でこの辺の年式って、まあ、もちろんその故障だったり、まあ、手もかかるかもしれないですけど、うん、まあ、メインのその大きいところってやっぱり構造が単純な分、うん、特にもう空冷だったらだってオーバーヒートの心配はないわけじゃないですか。そうですね、まあ、もちろんオイル漏れの心配だったりだとか、はい、その他電装品だったりゴム類の劣化とかっていうのは可能性ありますけど、うん、はい、
うわー、めっちゃ味がある、うん、あーちょっとそうっすね、ペダルだな、うん、あとは今ちょっと大きめの靴履いちゃってるんでペダルの踏み方とか位置どうこうの前に、はい、この辺のこの当たる？そう、うん、なんか今この配線が少しこう出っ張ってるのと、うん、アクセルの上あんまりスペースないじゃないですか。ああそうなんですよ、はい、だから こう踏み替える感じですよね、なんかアクセルとブレーキ、こうじゃなくて、はい、はい、だから逆に言ったら踏み間違いないかもしれないですよこれ、うん、間違いなく、はい、ちょっと古めのドイツ車って意外とこうアクセルペダルとブレーキペダルの位置が全然違うんですよね、高さがね。結構それもあるあるだったりとか、この車軽録用に関して言えばドアの開け閉めがゲレンデみたいな音が、パシャってそう金庫みたいなね、いいですね、うん、あとはこのフルオリジナル、うん、まあ、全部オリジナルか分かんないですけど、はい、限りなくオリジナルに近いコンディション、うん、でこの程度の良さってあんまりないですよね、うん、ないですよね、結構こう、はい、なんていうの、レストアって言いながらやっぱり結構こう車外のパーツがついちゃったり、はいはいはい、うん、だと96年って結構改造されてる車多いじゃないですか。そうなんですよ、はい、うん、それがちょっと、うん、否定はしないです、僕も嫌いじゃないんで、うんうんうん、ただやっぱりオリジナルに近い状態で綺麗に取っとくっていうのも、まあ、一つの、そうですね、はい、車の大事にするなんていうの考え方でもあるし、いやすごいよねオリジナルに忠実って。そうですね、はい、そしてですね、最初にも触れましたけど、はい、992が今スペシャルモデルだったりだとか、うん、S とかの通常モデルも今、うん、たまたま名古屋店にあるじゃないですか、はい、このちょっと歴史を感じますよね、ポルシェの、うん、だってこの同じ車をずっと作り続けてるメーカーってないっすよ。ないっすよね、はい、だって大体なんかもう全然違う車になっちゃったりとかするじゃないですか、うん、はい、形っていうか基本コンセプトほぼ変わらず、うん、エンジンの搭載位置も変わらず、変わらず、はい、そんな車ないっすよね。そりゃバックしますよねみんな、うん、やっぱりこう991992ポルシェ初めて乗ってみました、997でもいいです。なんかこれってもっと古い、なんかそのみんなが言うクーレってどう、うんうん、どういう車みたいになっちゃうよね。やりますね。僕なんか余計こうこの間ツチとポルシェミュージアムとか行っちゃってっから、いやめっちゃ楽しかったっすよね。めっちゃ楽しいですよ。もう一回行きたいです。もう一回行きたいです。何回でも行きたいです。いやすごい、うん、そしてですね思ったのは、うん、やっぱりこうターボだったりとか、うん、まあ、あと現代のポルシェみたいな、うん、ちょっとグラマラスなボディの方が、うん、ちょっと色気あるよねって思ってたんですよ、うん、もう全然いいっすね。そうですね、はい、全然フェンダーの普通のナローのフェンダーでも全然、うん、はい、それぞれ味がある、味がある。で今回は本当にテプトロということで普段乗りに、うん、はい、そう快適に、そうですね、普通に乗れます、はい、いやー短距離だったけど楽しかった、楽しかったですね、はい、ワクワクします。これ所有できる方は幸せです、ね、最高ですね、はい、まあ、この辺の車本当に巡り合わせですからね。そうです。興味のある方はぜひ、はい、現車よく確認していただいて、うん、土方店長とコミュニケーション取っていただいて、はいはい、ご相談いただけるといいんじゃないかなと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけども、はい、味ありますね。最高ですね。もう乗ってよし見てよし触ってよしの、はい、もう個人的にはだいぶ刺さった車になりました。でしょ、はい、もう噛めば噛むほど味が出ますから。そうですね、はい、で今回のお車は、うん、途中でも何回か紹介してましたけどかなり手が入ってるお車ということで、そうですね、記録簿もかなり緻密に残ってるということで、はい、残っております。ただやっぱり30年経ってますからノーメンテで乗れる車は、まあ、ご覧になってる方お分かりだと思うんですけどもそういう車ではないので、はい、まあ、ある程度こういろいろ車と付き合いながら、はい、維持していくお車になるのかなと。そうですね。というわけで、まあ、その辺のメンテナンスなんかも、はい、ご相談いただければ、ご相談いただければ対応できると思いますのでぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はポルシェ911カレラ2カブリオレをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。